新年明けましておめでとうございます。小郡市長の梶良光です。去年はコロナ禍の影響はあったものの、久しぶりに大きな災害のない落ち着いた1年となりました。皆さんはどのように新しい年をお迎えになりましたでしょうか。昭和47年に小郡町が小郡市となって50年、11月3日には記念式典が行われました。小郡市出身で世界的なサックス奏者の安武元明さんによる小郡の光の演奏、また現代アートで注目されている小郡出身の鳥越和樹さんと子どもたちによる記念アートの制作が行われました。そして新しい小郡市民の言葉を発表し、これからの小郡市へ市民の心を一つにつなげていきました。関連行事も年間を通して開催しています。文学散歩のジャンルを築いた小郡市出身の野田宇太郎先生顕彰のために、全国から作品ゆかりの地にまつわる寄稿文を募集した野田宇太郎文学賞は、特別審査員の小郡市ふるさと文化大使ハーキー法政先生が驚くほどの素晴らしい作品が全国から集まりました。また文化庁の食文化100年に選定されている小郡の鴨を取り巻く食文化を発信する鴨の足プロジェクトでは、市内飲食店23店が鴨肉の炭火焼き、鍋、寿司、ハンバーガーなど独自メニューを揃えて鴨料理の食べ歩き企画で大変にぎわいました。さらにこの3月には由紀さおりさんと N 響男優の共演、宝くじ文化講演会名曲歌酔いコンサート、そしてアクロス福岡の管弦合唱団コンサートが予定されています。どうぞお楽しみに。さて今年3月に4年ぶりに第45回福岡小郡ハーフマラソン大会が開催されます。ゲストランナーは東京2020パラリンピック陸上女子マラソン金メダリストの道下美里選手、またバルセロナオリンピック陸上女子マラソン日本代表の小鴨由美選手、うどんマップで有名なタレントの岡澤明さんがゲストランナーです。春真っ盛りの小郡を全国から集まったランナーが走り抜ける福岡小郡ハーフマラソン、街がカラフルに彩られます。そして小郡市は今年4シーズンの祭りが完成します。春はこれまでオータムフェスタとして市内人気スイーツ店のオリジナルスイーツを楽しめるイベントを春祭りとして開催します。夏は恒例夏の夜空がステージとなる夢花火、秋は去年から始まった音楽やダンス、クライマックスは総踊りの秋祭り、冬は西鉄小郡駅前の幻想的なイルミネーション、いつ来ても楽しい小郡市、商工会、商工会青年部、観光協会、ミー青年会議所、JA ミー青年部ほか、みんながつながる力でにぎわいを作り上げていきます。まだまだコロナの感染症が私たちの生活に及ぼす影響が続きますが、栄養、運動、そして睡眠、さらには笑顔で今年も乗り切っていきましょう。皆さんにとって素敵な一年となりますようお祈りいたします。小郡市長梶良光でした。